今月の我々の一押しアーティストに来ていただきました。はい、シンガーソングライターのゆりかです。よろしくお願いします。来たいらっしゃいませ。仲いいんですよね。あ、そうなんです。めっちゃ仲いいです。あのランチとか行きます。人気番組、はい、おはよう朝日です。はい、新しいテーマソング決まりました。ありがとうございます。ただいまよりおはワングランプリ最終審査を開始します。朝も頑張ろうと思って、あのみんながドアを開けれるような曲になったらいいなと思ってます。おはようって笑って始めよう、いい日になる予感。もう正直自信なくて。ほんまーですよ。自信満々な歌声に聞こえましたよ、見てる人には。あ、本当ですか。おドン、今本さん、赤崎さん、まさきさん、沖田くん、眩しい朝日に決定。やっぱの歌い出しのおはようっていうのは肝ですか。そうですね、本当は実はですよ、実はグッドモーニングだったんですよ。今はおはようなんですけど、グッモーニング今日を始めようっていう感じのように作ってて、それで行こうと思ってたけど、おはようにしようってなりました。それなんかきっかけがあったの、うん、これでいけるっていう自信がグッドモーニングの方でなくて、うん、でどうしようかなってずっと考えてて、まあ、おはよう朝日です。だからおはようと朝日という言葉は絶対に入れようと思って、それをサビに持ってきました。うん、なるほど。おはようって笑って始めよう、いい日になる予感。次の目標はこれをきっかけに、もっとたくさんの人に知ってもらえるように飛んでいきたいなと思います。どこ行った飛んでいくすいません、あのなんて言うんですか、羽ばたいていくと。そうです、羽ばたいていきたいなと思います。関西の朝をこの曲が元気にしてくれそう。おはよう朝日です。ぜひご覧ください。